はい、どうも皆さん、こんにちは。ハッチバッチです。今回ですね、こちらの、アルパカのね、ワインをね、飲み比べていきたいと思います。ちょっとこっちはね、もう開栓しちゃって、ちょっと少し飲んじゃったんですけども、はい。まあね、コンビニで、手軽に、気軽に買えるね、ワインで、リーズナブルな、ワインで有名なアルパカですけども、最近ね、なんか YouTube でね、イタリアンとか、そういうのの料理番組で、料理 YouTube 見てたら、やっぱりワインの、とかもいろいろ出てきて、それで見たらやっぱアルパカが非常に美味しくてびっくりしたなんていうね、動画、何本か出てきて、あ、そういえば私もアルパカこのチャンネルでもなんか飲んでレビューしたなぁと思って、ずいぶん前になると思うんですけど、久々に買ってみて、飲んでみました。んで、最初こっち買ったんですけど、このプレミアムっていうのもあったんですよ、隣に。まあ、とりあえずアルパカが買ってみようかなと思って、で、またコンビニ行ったら、あ、そういえば飲み比べの動画でも撮ってみようかなと思って、こっちも買ってみました。はい。じゃあまずね、まず、普通の方から。これでね、600円ぐらいなんですよね。はい。で、非常にお安い。ね。気軽に買えて、ものすごい美味しいと有名な。はい。で、これがプレミアムですね。開けて。で、こっちがね、1000円ぐらいですかね。はい。で、こっちがミディアムボディで、こっちがフルボディ。あ、でも色の濃さがちょっと違いますね、やっぱりね。こちらのプレミアムの方が、濃い。画面だとわかるかな？ちょっと香り。ちょっと一回。どうなんですかね。私あんまりワインは、まあ普通のワインの香りが。こっちはどうでしょう。あー、わかん。え？あー、なるほど。ちょっと待ってください、もう一回。あ、こっちのプレミアムのは濃いですね。やっぱ濃い香りします。同じ系統ですけど、濃いですね。まあ、両方ともチリ産で、なんか品種が、ヘレナシアがお送りするピノノワール、あ、なるほど。こっちが、アルパカピノノワールで、プレミアムの方がカベルネソーヴィニョン、カベルネなんだね。なるほど。どっちかっていうとこっちのがミディアムボディなんでライトで、こっちのがフルボディなんで重ためな感じですかね。じゃあまずこっちから行きましょうか。アルパカ、普通のアルパカから。いただきます。はい、乾杯。はい、飲みやすい、ライトな感じがしますね。じゃあ、それでは。続きまして。アルパカプレミアムカベルネソーヴィニョン。じゃあ、いただきます。乾杯。ああ、全然違うわ。こちらはどちらかとライトな、そのカシスとか、ベリーとかチェリーの感じしますが、こちらはどっちかとスパイシーな感じ。濃い感じしますね。なるほど。ワイン初心者とか女性の方とかライトなワインを欲しい方はこちらの方が、普通のアルパカの方がいいと思いますけど、ちょっとこれだと物足りない人がやっぱりこっちのプレミアム飲む感じですかね。こちらほんと飲みやすい。なんかお肉とか飲んでもね。で、こちらなんか、しっかりしたフルボディで、なんか、生ハムとか、チーズとか、なんかちょっと、ワインをメインで、行く感じでしょうかね。なるほどね。これはね、好みが分かれますね。まあ、コールライトな感じ。ちょっと重たい、スパイシーな、タンニンがきて、ちょっと渋い感じ。のような私は感じがしますね。ああ、なるほど。だから、
気分気分によってですかね。なかなか難しいですけど。本当にだから、ミディアム、ライトボディっていうのが、その、この下に、この、これはミディアムボディなんですけど、その下にライトボディって書いてあるんですけど、ライトボディのアルパカっていうのもあんのかな？これね。ミディアムボディ、ライトボディ、フルボディ。で、こちらは、はい、ここですね。ここ、はい。こちらフルボディって書いてあるんですね。これ、ブドウの種類とかは、ピノノワールとカベルネ。うん。そのぐらいですかね。はい。いや、美味しいです。両方ともね。はい。一応概要欄の方に、リンク貼っておきますので、ご興味がある方はね、ぜひご覧ください。今回は以上となります。はい。ここまで動画を見ていただいて本当にありがとうございます。モチベーションアップはですね、チャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いします。はい。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。